最近星野にドッキリされたので、今日は私が星野にドッキリしてみます。マリサの魔法で透明になって、ケーキが突然消えるドッキリです。星野驚くだろうな。ただいまー。ケーキなのです。美味しそう。早速食べるのです。ふふふ、ここで消すわよ。いただきまーす。やった、ドッキリ大成功。あれ？星野のケーキが消えちゃった。星野が悪い子だから、だからケーキ消えたですか？これはまずい。驚かずに悲しんでしまった。そうよね。大好きなケーキが消えたら悲しいわよね。星野の気持ち考えてなかった。ごめんなさい。私は星野を悲しませたくない。わあ、ケーキが増えたのです。ケーキが増えるドッキリに変更よ。